ゼニットは、ウクライナ及び、ソ連の打ち上げロケットである。ウクライナドニプロペトローシク所在の国営企業、MK アンヘリ記念ピューデーンレ設計局で、設計され、ユージュマ主社で生産される。エネルギアの補助ブースターに、第2弾、第3弾を加えた衛星打ち上げロケットである。ゼニットは、エネルギアが初飛行する前の1985年に、登場した。 ゼニットの目的は二つあり、一つはエネルギアの補助ロケットとして、もう一つは二段目を加えることにより、単体の人工衛星打ち上げロケットとして運用することである。また、ゼニットでソユーズ宇宙船を打ち上げる計画もあったが、ソビエト連邦の崩壊に伴い中止された。ゼニットはエネルギアのブースターに RD-120 エンジンを持つ二段目を追加したもので、 一段目の RD-171 エンジンは4つの燃焼室とノズルを持ち、7887KN の水力がある。一段目、二段目ともに燃料、酸化剤はケロシンと液体酸素を使用する。ゼニットは様々な方法で能力増強が可能であり、再着火式の四段目を追加したり、アントノフアン -225 輸送機から打ち上げたり、 することが可能と言われている。静止衛星打ち上げ用に3段目を追加したゼニット、3SL はシーロオンチ社の海上プラットフォームで東、太平洋の赤道上から通信衛星を打ち上げている。2段式のゼニットにはカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられる。ゼニットの1段目と2段目、また 3SL の3段目エンジンはロシアから供給される。 増強型のゼニット 3SLB は2008年4月からバイコヌール宇宙基地からランドローンチとして商業用の衛星の打ち上げに使用されている。ゼニット 3SL は36回打ち上げられ、うち32回が完全に成功した。1回は部分的成功で、3回は失敗した。 最初の失敗は2000年3月12日にヒューズエアクラフト社製イコグローバルコミュニケーション所有の通信衛星の打ち上げで起きたこの打ち上げではロケットのソフトウェアの誤りにより2段目の弁が閉じて失敗した2回目の失敗は2007年1月30日の NSS-8 通信衛星の打ち上げでオーシャンオデッセイ発射プラットフォーム上でエンジンに点火した直後に ロケットが爆発した。衛星は発射台上で破壊された。16回の打ち上げを対象にした調査の結果、2001年3月18日の時点においてゼニットには低軌道への単位重量あたりの打ち上げ費用が最も安く、1回あたりの総打ち上げ費用も35005000万ドルで最も低いことが明らかになった。2段式版3段式版 エネルギアブースターゼニット2ゼニット 2M2SB2SLB ゼニット 3SL ゼニット 3M3SLB ゼニット3回 3SLBF2SB フレガットありがとうございます。